どうも皆さんこんにちは、スムチャンネルののぼりでございます。さあちょっと今回はいつもと違ってですね、物件にはちょっと来れていないって、ちょっと私もねちょっとやっぱお仕事がありまして物件に行けないことがあるので、こういう形の配信なんですけども、ぜひ皆さん一緒にお部屋の方を見ていければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ今回見ていく物件がですね、五反田駅から徒歩3分にあります 3LDK のタワーマンションの方に向かいたいと思います。こちらも2005年施工なのでね、若干年季が入っているのではなかろうかと私は予想しているんですけども、まあ皆さんじゃ楽しく一緒に見ていければと思います。それではルームツアー、はい、ということで、あ、外観ですね。あ、これはやっぱ私の予想当たりましたね。ちょっと年季が入っている、まあちょ天気もね悪いのでね、おそらく晴れてる時はまあこんなに邪悪の色というか暗くはないと思うんですけども、あ、いいですね。このおそらくマンションの下のスペースに入り口があって、ちょっと広場があって、芝生とか緑もあるのは、これ上からね部屋によっては見えるんじゃないですか。こちらの物件がですね、18階建ての物件になっておりまして、今回の物件がですね19階建てになっておりまして、地下1階から19階まであります。そして今回なんとなんとですね、皆さん19階建ての18階に行きたいと思います。すみません、最上階まで住まれてるので今回18階になっております。あー、いいですね。アプローチ地点ですかね、このね長いところ歩いていきまして、あ、木なんかも生えてるのとてもいいですね。まあそんなこんなで入っていきますと、あ、しっかりとオートロックになっておりまして、中入ると、あ、エントランスですね。エントランスね、椅子とね机があっていいですね。あ、商業施設というかこうお店なんかも下にね入ってたりとか、まだ駐車場もねあるような物件になっておりますね。はい、ということで中に入ってまいりました。あ、廊下来ましたよ。あー、なんかちょっとこれは芸術的ですね。美術館ですか、これは。芸術的なものがなんか置いてありますが、そこを抜けますとまだ芸術品が置いてあります。高級物件はよくこうね絵とかね、あーアーティスティックなものがね置いてあるんですよね。で、あのエントランスなんですけども、最初のこのでっかい広いところが、まあ、一応メインエントランスとなっておりまして、さっきこうねビルの裏見えたと思うんですけど、あそこがね、まあ、サブのようなエントランスになっております。こちらがねサブエントランスからね入ってきたところの、はい、映像になっておりますね。なのでちょっとサブの方なので、まあ、若干座りどころも狭いような形になっております。ということで、はい、やってきました、18階。さあオープンします。おーっと、これは大理石の玄関にもう見るからに巨大なシューズクローゼットがありますね。あ、いいですね。下駄箱の下にやっぱ隙間、これがあるだけでやっぱ突っかけサンダルですかね、もうしまえるんで、やっぱこれがいいですね。あー、これ入って左側に飾るスペースがあります。今はねドライフラワーのようなものがね飾られていますけども、クリスマスの時とかはクリスマスのもの飾ったりとか、やっぱこう玄関にね物をね飾れる飾れないで季節的な楽しみ方違いますからね。もう入ってねすぐ目の前廊下なんですけども、両側にこのでかい収納、これすごくないですか。これがやっぱ廊下に収納があるかないかで、お家の中のスッキリ感、生活感消せるかどうかとかがすごい変わってきたりとか、あと家具でね買い物買わないものが決まってきたりするので、非常に収納が多いのはいいですね。抜けると、はい、リビングダイニングなってるんですけど、ちょっと皆さん気になりますね。これはこのサイズ感に対して、このダイニングテーブルっていうのはまあこんな感じにね置いたらよろしいんじゃないですかっていうようなイメージだとは思うんですけど、ちょっとやっぱちっちゃいですね。でこちらのですねお部屋が、まあ、約25畳ありまして、まあ置いてるねものとかはねもう一人暮らしぐらいのものしか置いてないんですけども、もっと大きいテレビとかソファーとかね置くことができますね。そしてこちらね、折り上げ天井になっておりまして、この折り上げ天井があることによって広く感じたりとか、まああとおしゃれなね印象を与えることができます。あ、いいですね。お部屋に緑がねあるだけでね違いますからね、本当に。はい、反対側から見るとこんな感じですっごい広いですね。でですね、こちらのお部屋、エアコンが備え付けでビルトインタイプになってまして、見てください、これ3つ出てくるとこあります。いや4つ、いや何個だ、ちょっとね現場行ってないのであれなんですけど、まあね、お部屋全体がねこうねすぐ冷えるとか暖かくなるような形になっておりました。あ、これだからリビングの中にも物を飾る場所がありますね、棚。あ、これめっちゃいいですね。やっぱこういうのあるだけでね、お花とか置いて雰囲気変わりますからね。そして皆さんこれ驚きですよ。扉開けます、オープン。はい、 LDK になんとウォークインクローゼットがついております。これ珍しいですよね、あんまりお部屋にないんですけども、 LDK にあることによって、例えばコートとかそのお出かけの時にこれだけ使いたいとかっていうものとかを、まあ、一時的にねしまっておくことも可能になってます。
はい、こちらがキッチンになっております。おお、これは結構珍しいタイプのキッチンなんじゃないですか。完全にね、奥まで独立してて、しかもめちゃめちゃかっこいいですね。これ青が基調になってて、まあ、キッチンね、ちゃんとね、床はあの掃除しやすいような材質になっておりまして、まあ、収納もね、たくさんついてるタイプのちょっと L 字型のね、キッチンになっております。はい、こちらオーブンがね、ついてます。やっぱオーブンね、これいいですよね。オーブン買うと高いですからね。しかも食洗機もね、しっかりとついているようなので、まあ本当に、あと冷蔵庫で買えば料理はすぐできるような形のタイプになっておりますね。はい、そしてキッチンまで抜けていきますと、まず一つ目のですね、お部屋ですね。それでは、オープン。おー、ベッドありますね。これじゃ主寝室ですかね。さあ、こちらが 8.73 畳の洋室、まあ、ベッドルームになっております。なんで 8.73 畳という微妙な感じにしたんですかね。はい、まあ、十分な広さで、しかもね、まあ、横に大きいドアがあるので、まあ、朝日の目覚めとともにね、起きることもできますし、エアコンがついておりますので買う必要はございません。あ、これやっぱいいのが、その物件によってマンションとかだと、この四つ角に柱があって出っ張ってたりとかして、こう家具の配置がしにくいんですけど、しっかりと角がね、角張っている状態なので、まあ、棚とか置いた時にすごい配置しやすい。ベッドも角にくっつけようとすればくっつけられるような物件になっております。さあ、こちらの部屋の扉を開けますと見えてくるのが、はい、ウォークインクローゼットですね。いいですね、あの洋服たくさんかけれる、まあ一般的なね、こちらウォークインクローゼットになっております。さあ、次の部屋行きますと、はい、オープン。さあ、こちらをいや、まあ、おそらくね、イメージつきやすい書斎とかとして使ってくださいよってことなんだと思うんですけど、こちらも洋室になっておりまして、広さとしては 7.6 畳の洋室ですね。まあ、すっごいシンプルなね、なんかもう窓際部署なんじゃないかっていうような感じになってますけども、まあ、おそらくね、仕事部屋としては確かにね、使い勝手がいいですね。大きな窓もありますし、で、こちらも、はい、エアコンしっかりとついております。そして、こちらの部屋にも、なんとですよ、さっきのね、寝室だけではなくて、こちらの部屋にもウォークインクローゼットがついております。これは珍しいですよね。大体、どの家も一部屋だけあって、他は普通のクローゼットとかだったりすると思うんですけど、これも二部屋とも両方ともウォークインクローゼットついてるのは、なんかどの部屋にするみたいな、もうお子さんとかいる場合はね、喧嘩にならないですね、これは。さあ、続いてベランダ出ていきたいと思いますけども、まあ、バルコニーですね、なっております。まあ、ちょっと、ね、2005年施工なんで若干の色合いのね、違い出ていますが、まあ、眺めはいいですね。ちょっと曇っているんであれですが、まあ、他のビルなんかよりもね、全然高くてね、目の前のポーラなんかもね、あ、ちょっとホテルノックスって、ちょっとあれ、これは目の前にあれ、そういうホテルなんですか。はい、ということで次のお部屋行きたいと思いますけど、さあ、こちらが洗面所バスルームになっておりますね。おお、あ、この規模感では珍しい2つの洗面台がついております。鏡も大きくて、あ、これはいいですね。あ、こうなんかちょっと1つだと思ってたんで、はい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 、ということでこんな感じでね、まあ、収納も下たくさんついておりますし、はい、これ見てください、皆さん。洗濯機の横にもう一個ね、収納がついておりまして、はい、可動棚になっておりますね。まあ、タオルとかね、まあ、ちょっとパジャマ入れとく用とかに、はい、使えるような場所になっております。で、奥まったところにね、洗濯物があるので、あ、これだからいいですね。奥に洗濯機があることによってね、人の通り邪魔しないのがいいですね。あ、そしてまだもう一個、側面に収納がありました。あ、いいですね。これ結構高さがあるので、可動棚なんですけど、洗剤とかね、ワスグッズとか全部ここにね、ストックとかしまっておきますね。はい、そしてお風呂はもうガラスケスケですね。はい、透明なガラスを入ると、はい、お風呂になっております。こちらのお風呂ね、しっかり浴室乾燥、暖房、はい、全部ついておりまして、作りとしてはね、一般的なんですけど、やっぱ広いですね。これね、私言ってるんですよ、お風呂に照明が2個あるお部屋は広いんです。で、お風呂ですね、あ、いいですね、この、あ、このね、取っ手がついてるのもいいですね。しっかりね、シャンプー台とかもありまして、で、鏡もね、こう横一面になってるので、お風呂使いながらね、ちょっとお顔の拝見したいというか、チェックしたい方とかはいいのではないでしょうか。さあ、続いてお手洗いですが、オープンすると、あ、皆さん、清掃完了いたしました。丁寧に書いてあります。あ、広いですね、このトイレ。縦長かと思いきや、意外と横にも小池があって、これもう1台横にトイレ置けますね。2台トイレ、これ2人同時にトイレができるぐらいのスペース完備されてますね。あとあれですね、独立したね、洗面器ついててめちゃめちゃいいですね。やっぱ手洗えるので、鏡もねありますから、チェックもできますね。あと皆さん、トイレって暑くないですか。僕、夏とかトイレでちょっと踏ん張ってると汗かいてきて、サーキュレーター買ってみたいな、毎回やばいお腹痛いって時すぐこう行かないで、こうサーキュレーター回しからするみたいなことしてるんですけど、夏のトイレって皆さん暑くないですか。どうものぼりです。
最後のお部屋行きたいと思います。オープン。おお、これは高層マンションっぽい広いお部屋ですね。ちょっと三角形のね形をね思わせるようなお部屋になっておりまして、窓がねこれ開くんですけども、一応危ないので、あの鉄格子のような、ね、ものが一応付けられております。まあ、全面フローリングとなっておりまして、まあ、白い壁とね茶色い扉が特徴で、しっかりとこちらのお部屋もエアコンがあると。はい、こちら奥に進みますと、こちらの部屋からねベランダは出れないんですけども、ベランダ側にはね大きなね窓開くようになっておりますね。あ、やっぱ眺め、あ、こっち側は五反田なんで、そこから見える高層ビルが結構見えるので、おそらく夜綺麗ですねこれは。扉2個ありますよ。じゃあまず1個目いきたいと思います。これ何があるんですかねこれ。あ、でも電気があるんで、あー広い。はい、ウォークインクローゼット、こちら3つ目です。はいはい、まあちょっと三角形の形になってるんですけども、奥行きが取れているんでね、長めのね、はいはい、非常に洋服しまいがといいですし、まあ、上にも置けますしね、めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。ということで、これ反対側にも入り口とは別にもう一つ扉がございますが、おー、出ました。はい、うわ、これはこのマンションで専用のお手洗い&、まあこれは奥はバスルームですね。ちょっとしたこれビジネスホテルよりもいいようなね設備ですね。はい、こちらも清掃完了いたしました。あー、さっきのねあの洗面台の半分ぐらいのサイズがありました。あ、めちゃめちゃいいですね。そして、はい、お風呂ありますね。こちらもガラス張りで、まあ、若干細めのねタイト目になっているんですが、ここは湯船、さすがにシャワールームですか。お、湯船、ちょっと若干ね、さっきよりはちょっと狭いんですけど、お風呂場になっております。なんで狭いってわかるかっていうと、電気が1個だから。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回のですねルームツアー、五反田駅から徒歩3分のですね、はい、物件紹介させていただきました。 3LDK、 こちらのですね物件が、まあ、19階建ての18階でして、2005年施工なのでね、まあ、ちょっと年数経ってるんですけども、五反田も結構人気な駅ですからね。 JR のね山手線が通っておりまして、まあ、品川にもアクセスがいいですし、品川にアクセスがいいってことはもう空港とかすぐ行けますから、品川団地行っちゃえばめちゃめちゃ線通ってますからね。あと、あの五反田はタクシー捕まえやすいんで、なんか結構仕事とかで忙しい人はすごいいいところだと、はい、思います。あと結構元気な街なんで、そういう街が好きな人にはとても、はい、おすすめの街なんじゃないでしょうか。さあ、こちらの物件なんですけども、皆さん最後に家賃の発表したいと思います。ちょっと皆さんね、いくらだと思われますか？若干年季経ってますけど、じゃあ3分だけいきます。3、2、1、あー、正解です。そう、60万円なんです。さあ皆さん、60万円どうですか。五反田駅徒歩3分、60万円 3LDK。 そして皆さん、いい情報があります。敷金礼金ございません。これはね、ちょっと検討を全然してもありかなっていう方いらっしゃるのではないでしょうか。まあ、こちらの物件がですね、しっかりとオートロックになっておりまして、鍵もあのディンプルキーと呼ばれる普通の鍵ではなくてですね、点々のねボコボコがついた、ここピッキングされにくい鍵になっているので、まあ、防犯面に関してもとても安心ですし、まあ、しっかりとね、あの宅配ボックスなんかもついている物件になっておりますので、ぜひ気になった方はですね、下からお問い合わせいただければと思います。はい、ということで皆さん、今回のルームツアーいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね今回違う形で録音したので、物足りないって、物足りない、なんかどこに物足りないって方がいたら、ぜひコメントしていただければと思います。やっぱお前出てこいよ、働けよ、もうそういうねコメント、厳しいものでも何でも大丈夫ですので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンとコメントの方よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回も担当はのぼりでした。それではバイバーイ。皆様見てくださってあざざました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。